こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、今日も私はこの家の中にいて誰とも会ってません。いいんでしょうか。こんなになってしまいました。いつの間にか本当の陰キャで、本当の引きこもりで、本当の論理以外でございます。2月14日だというのにカップヌードルのようなチョコレートをいただきました。ありがとうございます。これチロルチョコが、ね、いっぱい入ってるんですよ。まあ、家の中にいてもチョコが届く時代でございます。よいしょ。で、このいつものカンカンでプロテインを飲む。今日はメロン味ですね。こうしていても2月14日売り上げはおそらく人の年収ね。これはね、別に自慢してるわけじゃなくて、そういう世界があるってことを本当にね、分かっていただきたい、うん、こうしてこの暮らしでですよ、人の年収ですよ、2月14日で。だからまだ半分ありますから、2月はね、28日までしかないけど、 この時点でね、この時点で本当にこう、なんと言いますかね、まあ1月もありますけども、1月2月の半ば、これで今日を境に収入が断たれても2021年はやっていけるというね、ことなんですよ。しかも昨年までのその蓄財は全く使わずにですよ。だからこういう世界があるんだったら、私はね、絶対に飛び込みたいなと思っていたんですけども、こういう世界になると思ってこの世界に入ったわけじゃないんですよね。最初はお金が欲しくてしょうがなかった、だから情報を探っていったんですけども、2013年、まあ、あのスマホアプリ塾を見た時からずっとあの時のね、延長線上の気持ちでやってますね、うん、その間に合流した人もいたけども去っていってですね、ああ一緒に走っていれば今頃とか結構思います。結局休まずにやり続けた、まあ、人っていうのは私の周りでは私しかいないですね。あとはね、やっぱこう辞めてしまったり別のことをしていたり、もちろんお金だけじゃないと思います。人生お金だけではないと思います。で、時間だけではないのかもしれません。でも私にはお金と時間以上に大切なものっていうのは思いつかないです。というのが、まあ、時間っていうのはね、イコール命だと思うんですよ。時間は命ですよね。で、命っていうのはあと残り何時間ですかっていう言葉に言い換えられますからね。だから命を大切にするってことは時間を大切にすることとイコールだと思いますし、時間を大切にしようと思うと、ある程度お金っていうのはストックしておかないといけない、もしくはすごい速い速度で稼がなくてはいけないんじゃないかなと思うんですよ。それこそね、100万円稼ぐのに1年かかっていたら本当にできないこととか諦めないといけないこと結構あるんで、だからなんとかしてね、這い上がってほしいなと思うんですよね。で、そのためのツールとして YouTube っていうのがあるんで、まあね、YouTube 使って駆け上がったらどうかなと思いますよね。まあこう言うとですね、みんながみんな YouTube で稼げるわけじゃないよって必ず言う人がいるんですよ。それは分かりました。でも YouTube をやらずにどうやったらもっと簡単に資産が築けるのか私は知らないですという話しかできなくなっちゃうんですよね。そこで話終わっちゃうんですよ。だから何かに取り組んで誰かの役に立つ、この繰り返しなんだろうなと思うんですよね、何もせずに不公平だって言ったら、一番不公平なのは何もしてない人自身ってことになっちゃいますから、やっぱりトライしてね、この不公平で不条理な世の中を、渡り切っていかねばならないのかなと思いますね、ということでね、やらないことがリスク、まさにやらなければ本当にやらないことが正義みたいになっちゃいますね、そうは言ってもできないよとかね、どうせ何にもやってこなかったよみたいな振りふてくされが始まったりとかね、だからとりあえずやってみてダメだったんだったら次の策を練ればいいと思うんですけどね。何でもかんでも YouTube で成功できるとも思わないですけども、まあ、私に成功の、まあ、なんていうんですかね、秘訣を聞かれたら YouTube をやってることだよっていうふうに言うしかないですよね、嘘も何もなく話すんだったら、まあ、だから YouTube やったらどうかなというところですよね。億万長者合宿の皆さん、これ見てますか？未だにやってますよ、我々は。合宿に参加したあなたは、どこで辞めちゃったんですか？ということで、
いってらっしゃい。